こんにちは、クロです。本日の1分でお答えするショート Q&A です。入れ歯の場合は作り直しがあるけど、インプラントはどうというお問い合わせです。入れ歯の場合の作り直しっていうのは、まあ、若干の制限はありますが、まあ、通常できますよね。インプラントを作り直すというのは、じゃあどこが壊れたのかにもよります。通常インプラントに関しては保証期間というのを設けてらっしゃる先生が、結構多いかもしれません。当院ではインプラント自体のところの作り直しに関しては、約10年で、インプラントではなくて上の構造物ですね、上の構造物は一切、うちの方では5年というふうに、まあ、一応規定をさせていただいています。そこは無料で、お直ししますという期間で、それ以後も、まあ、もちろん、ケースバイケースですが、まあ、ちょっと実費をいただく程度で直すればというふうには思っているんですが、まあ患者さんの管理の方で確実に問題があるといった場合には、どうしてもまあちょっとご負担いただくということも、ございます。まあ、そういった場合で入れ歯の作り直しっていうのがあるんですけど、インプラントの場合はまあ自由診療ですので、その辺は先生とのお話し合いになることがケースが多いと思います。まあ、通常は先ほども言いましたように保証期間というのがありますので、その辺のところでご相談していただければいいのではないでしょうか。本日は以上です。